瀬島だ。なぜだ？どうして？いうことなんだ。なんでボスが瀬島を。翔子の死亡推定時刻は金曜日の午後5時前後。その時ボスは何を。わからない。土曜日の午後8時頃はどうだ。沖浦が殺された時刻だな。やはり同様にボスのアリバイはない。いや待て、イリスとオータの時は違うぞ。俺は動画を見ながらボスと電話を。最初の数分間だけな。あの時はまだ動画の中に白熊は現れていなかった。どこかカメラには映らない場所で電話をかけることは可能だ。その時ボスの携帯はどこにあったんだ。接続した基地局を調べれば。ボスは携帯から電話をかけてきたんじゃない。通話に使われたのは PC だ。冷凍倉庫から一度アビスの PC にアクセスし、そこを経由して我々のところにかければ。ボスが第二のサイクロプスだっていうのか。翔子、沖浦、イリス、オータ、そして瀬島、5人とも全員ボスがやったと。その可能性は高いと言わざるを得ない。なぜなら瀬島は左目をくり抜かれていたからだ。翔子や沖浦やイリスと同じように。だってボスの居場所が分かったぞ。 GPS の信号をキャッチした。どこだ。ボスは今左岸家に、瞳の家にいるようだ。なんだと。アイボー、ボスの携帯に電話を。了解。
ボスの携帯だ。まさか。伊達かなめ、殺人容疑で逮捕する。なんだって。おとなしく銃を捨てろ。ボス。知らないわよ。ここに来た時にはもういなかったんだもの。なんでここに来た。あなたに教える必要はないわ。冗談言わないでくれる。お前が第二のサイクロプスだったんだ。バカバカしい。何を根拠に。見たんだよ、この目で。お前が瀬島の頭に銃を突きつけ引き金を引くところをな。いい加減にして。もううんざりだわ。それはこっちのセリフよ。あなたが名波翔子を殺したんでしょ。バカな、なんで俺が。とぼけたって無駄よ。犯人はボスだ。そこにいる女が殺したんだ。お前らはそいつに騙されてるだけなんだよ。よく訓練されている。動じ嘘振りさえ見せない。俺は誰も殺してなんかいない。お願いだ、信じてくれ。聞く耳持たずって感じだな。このままじゃ拉致が開かない。戦うつもりか。それしかないだろう。やめておけ。彼らと打ち合っても勝てる見込みはない。じゃあどうすりゃいいって言うんだ。うん、そうだな。なんだって、調理台の上にあるの、お前の大好きなやつじゃないか。ん？雑誌だよ、そこにあるだろ。雑誌って、なんでこんな時に。いいから見てみろ。そんな、バカな。これはもしや、一部のマニアの間で語り継がれている伝説の。エボルバーに火炎弾を装填。煙に向かって放て。なんでそんなこと。うるさい、つべこべ言わずに早く。
おそらく気を失っているだけだろう。右肩と左足を負傷しているが、命に別状はない。粉塵爆発か、考えたな。ああ。だが、だったら小麦粉の袋を投げつけろって普通に言ってくれりゃよかったんじゃないか。それでは動作が遅すぎる。お前の反応速度を向上させるにはああいうしかなかったんだよ。っていうか、これただの料理雑誌じゃねえか。ボスは相変わらず気を失ったままですね。ですが脳波も安定してますし、このままシンクしても問題ないかと。伊達、ボスに話しかけても無駄だ。分かってるだろ。ボスは右肩を脱臼、左足の腓骨を骨折しているようです。ですが脳に異常はありません。このままシンクできますよ。塀の中に帰ってもらいました。府中刑務所に？そうです。ここに長く留めておくわけにはいきませんでしたからね。そりゃそうですよ。ボスは敵だと分かったんですから。さっき相棒から動画データを送ってもらったんです。データには加工した痕跡は見当たりませんでした。つまりボスが瀬島を撃ち殺したのは間違いないってことです。左目をくり抜いてね。すると他の4人をやったのもボスである可能性が高いってことになります。あるいは共犯者がいるのかもしれませんが、どのみち黒であることに変わりはない。僕が協力的なのはだからですよ。僕だって知りたいんです、伊達さんと同じように真相を。ピューター、そっちの準備はどうだ？いつでも OK です。よし、それじゃあ始めよう。伊達さん。分かってる。制限時間は6分。それまでに必ず戻ってくる。じゃあ行きますよ。ちょっとの天気。そういう登場しなきゃいけない決まりなのか？努力目標ではある。こんな時に。こんな時だからこそ私はお前を。まあいい。ところでここは廃工場のようだが。ボスのやつ一体何を隠してるんだ？ソフニウムスキャン開始。